いましたが、お母さんの方はですね、やはり子供に熱があるから、結果的に病院に行かせますということで、断念されましたので、今から始めさせていただきたいと思います。本日は本当にお忙しいところ、本日はお参りいただきまして、本当にありがとうございます。幸田町少年少女発明クラブ発足式を開催いたします。で、私は幸田町少年少女発明クラブ事務局長を務めております。幸田町総務部企業一家課長の志賀でございます。はじめにですね、幸田町少年少女発明クラブ会長山本様よりご挨拶を。大変良い日になりました。本日ここに幸田町少年少女発明クラブの発足式を取り組んでいるのは、ですね、大変お忙しい中、多数のご出席で今日は私は愛知県発明協会の会長、市長では杉島と申しますけれども、ご挨拶を申し上げたいと思います。こうして幸田町のですね、バーバーシー少年少女発明クラブ全国で約9000人 の、 子どもたちがこの少年少女クラブに入ったんですけれども、愛知県はですね、もう県下で約3000人、3分の1 の、 人数がこの愛知県に固まっている。先ほど愛知県はですね、商工工業が非常に高かったということがありましたしですね、豊田佐吉さんだとか、そういうことがありまして、発明クラブの発足式に対しましての皆さんのご協力に対して感謝申し上げて、ご挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。するほどじゃないと思うけども、気をつけてね、一応ね、グッと、あんまりたくさん出した。
まあ、飛んだり飛ばなかったり、いろいろ難しいかなと思いますけど、またあのお家に帰ったら、試しにもう一回作ってみてください。羽返り。はい、じゃあ、橋本先生、ありがとうございました。ありがとうございました。